それからほぼ毎日マモちゃんから連絡が来るようになった。連絡が来たら 100% 会いに行ったし、おいケチャップ、終電がなければ当たり前に泊まった。おはよう。おはよう。てるちゃんだ。じゃあマモちゃんだ。どうしてだろう、私は未だに。ありがとう山田さん。田中守の恋人ではない。しかもこんな夜中に女一人放り出すなんてどういう神経してんの。そこはちょっと訂正させてほしい。いやいや冗談じゃん。そういう5週ぐらい先回りして変に気使うとこっていうか。ビール買ってきて。はい。中原くん気持ち悪いね。山田さんも一緒に入っちゃえば。そんな浮かれててあんた仕事クビになるよ。もうなった。山田さんに付き合うといつも朝だよ。はぁ、そっちが呼んだんじゃん。え、言ってないよ。あ、本当に。じゃあ覚えといて、今言ったから。こちら塚越すみれさん。俺マジですみれさんが好きなわけ。塚越すみれ、真っ黒な肺と悪い肝臓、乾燥した背中。幸せになりたいっすね。うるせえバーガー。愛がなんだ。好きになるようなとこなんてないはずなのにね。なんだった、ほら。おはよう。おはよう。てるちゃんだ。じゃあマモちゃんだ。どうしてだろう、私は未だに。ありがとう山田さん。田中守の恋人ではない。しかもこんな夜中に女一人放り出すなんてどういう神経してんの。そこはちょっと訂正させてほしい。いやいや冗談じゃん。そういう5週ぐらい先回りして変に気使うとこっていうか。ビール買ってきて。はい。中原くん気持ち悪いね。山田さんも一緒に入っちゃえば。そんな浮かれててあんた仕事クビになるよ。もうなった。山田さんに付き合うといつも朝だよ。はぁ、そっちが呼んだんじゃん。え、言ってないよ。あ、本当に。じゃあ覚えといて、今言ったから。こちら塚越すみれさん。俺マジですみれさんが好きなわけ。塚越すみれ、真っ黒な肺と悪い肝臓、乾燥した背中。幸せになりたいっすね。うるせえバーガー。愛がなんだ。好きになるようなとこなんてないはずなのにね。なんだった。